1月の18日11時半です。このアクションカム GoPro でちょっと映ってるかどうか分かりませんが、今あの山の上は真っ白になっています。だからあっち行くのはまずいと。まあ、しかし、今日行こうとしているところはですね、まあ、当然山道なんですけども、そんなにこう深い山でなくて、福原というところがあって、それに柏原というところがあります。の柏原の棚田がですね、日本の棚田100選に選ばれているので、まあ、そこへちょっと行ってみようかなと。今の時期は、冬なんで、まあね、畑、田んぼがね、水が張ってるとかそういうことはないんですけども、実は今まで2回ですね、ドローンをこういいところで実は飛ばしてるんですよね。この一つ前のあの雪山の上でもだいぶ飛ばして高くしてたんですけど、私のミスでちゃんと録画できてないと。その前もですね、そんな風に撮れてなかったんですよね。これは椿止まりの方へ行くときなんですけど、そこでも撮れてないと。2回ミスっておりますので、今日こそその棚田のところでドローン撮影をしてみたいと。まあといってもそんな難しいことしませんけどね。それで今日はちょっと山に向かって行ってます。ただし今見たように上の方は雪が積んでるというか、ちょっと厳しい気候みたいなんで、まあ、そこまでは行きません。ガソリン満杯に入ってよかった。これでね、気分的にごっつい気が起きようなんだな。メモリが小さいとな、これだけで悲しいなんだな。柏原の棚田へ行く方法ですけど、まあ、いろんなやり方あるんですけど、今日はちょっとこっち側から行ってみようと思います。この坂もなかなかごついね。日本の棚田100選重要文化的景観柏原の棚田っていう、のがありますね。これを行ってみようということですね。ここが柏原の棚田です。で、ここが水車小屋ですね。今日こそドローンちょっとこう完成というかうまく飛ばしたいんやけどね、うまくいくだろうか。
棚田一応取ることができました。今までなかなかうまくこうね、取れなくて、やっぱり何回かしょってこうちょっとずつこううまくなるのかな。向こうまでずっとあるんやけど、なかなかこうやっぱ管理が難しい、いろいろ大変なみたいな。な、なかなかこの道も厳しいね。こういうとこはごっつい気ぃつけて回るので、まあ前ブレーキ握りごけっちゅうがないんやけど、まあほんとちょっとしたところでこう行けるっていうところでやってまうんやな。ほんまに人間って面白いな。これがですね、射手座造船所というところですね、作家の方が作ったと。山の中の造船所、私たちは遥か昔海の向こうからやってきた、そういう、まあ、趣旨のもとに作ってる射手座造船所という作品です。いつもはこの加瀬山をですね、こう、まあ、帰りでも行きでもいいんですけど、こっちの道は通りませんけどね。これ今日はちょっと、こちらの道を通って帰ってみたいと思いますね。これこう右側にこれ桂川があるわけですが、一度桂川から普通の道はこう加瀬山の反対側を通ってこうね離れるんですけど、これは桂川にずっと沿った道なんですよね。こっからがなんかこれ強烈なね、これんとこまではまあまあの、こっからがすごいよな、これ。
これはしかし、よう見て意思に当たらんようせなんだら。これうちの父と母が一回車で来て、なんかごっつい怖かったとか言って、ほら怖いわなこれ。こんにちは。散歩されてるんですか？散歩？ああ、ありました、車が。怖いね、これ。ずっと前、1回行ったことあるんですけどね。これ2回目。うん、いやでも歩行のところでも石ようけあって、なんか怖かった。こうなんかコンと石に乗ってうん、だいぶ気ぃつけていきます。ほらすいません。今のとこほんまに冗談抜きで怖かったな。なんか石に乗って谷の方へずるやと落ちそうな感じだった。これは石だらけで、なかなか避けながら走るっていうのがごっつい難しいな。いやー、今のところちょっと厳しかったな。この前の川が田津川ですね。だからこれ横瀬の方からずっとこう、この今走ってきたところの反対側のあれは、あの恐竜の里とかそういうところ行くとこですね、これ。あっち側のタスカーの方、まあまあ車が遠いよな。これが、この町が、これもうすでに横瀬で、この向こうに見えてるのは横瀬橋なんですよね。ここに出てきます。
現在1時54分です。まあ、近いところだったんで、時間も早く帰ってくることができましたが、まあ、無事に帰ってくれてよかった。今日は立ちこけもせず谷にも落ちず、まあ俺が一番やね。それでは、見てくださった皆様方本当にありがとうございました。まだ家に帰り着いていませんので、ドローンがちゃんと録画されてるかどうかあんま分からんのですが、前回その前と2回ほど実はドローンは飛ばしてはいたんですけど録画失敗という、今回、きっとうまくいってるんじゃないかなと思っています。まあ楽しみですけどね。それでは今日本当にお世話になりました。登録とか、よろしくお願いします。本当に、登録お願いしますね。はい、以上、今日はこれまでです。以上です。